皆さんこんにちは、インターナショナルスクールチャンネルのキムです。今回はですね、親が英語が苦手でも比較的通いやすいインターナショナルスクールを紹介していきます。少しは話せるけど日常会話はできないっていう方や、全く英語を喋れないけど子供はインターに通わせたいなという方は一定数いらっしゃるんじゃないでしょうか。実際に東京都内にあるインターナショナルスクールのホームページを見てみると、日本語に対応しているインターは半分以下で、それ以外は全て英語のホームページになっています。また申し込み用紙を公開しているインターのうち、日本語対応の用紙があったのはたった数校しかないといった状況です。ということで、親が英語が苦手でも比較的通いやすいインターを紹介していきます。まず1つ目、青葉ジャパンインターナショナルスクール。所在地は東京都練馬区で、1976年に設立されました。幼稚園から高校まで600人近くが在籍しています。青葉ジャパンは日本人の割合が約6割と他のインターに比べて高くなっています。全ての授業は英語で行われるんですが、13歳までの英語が苦手な学生にはサポートクラスが用意されていて、全ての生徒が学校の定めるカリキュラムにのっとって学習できるようにサポートしてくれます。また対象年齢が1歳から5歳のプリスクールと提携もしているため、インター入学前に子どもの英語スキルを上げる準備がしやすい環境になっています。実際に提携のプリスクール卒業生の多くが青葉ジャパンに入学しているみたいです。他には学校から家庭に向けた案内には和訳をつけてくれているものも多く、英語が苦手な親にとってはありがたいサポートもあります。はい、そして2つ目はカナディアンインタースクール東京。所在地は東京都品川区、1999年に設立されました。3歳から高校3年生まで約400人が在籍しています。カナディアンインターナショナルスクールは外国籍の生徒が全体の7割と日本人以外の生徒が多いんですが、サポートプログラムが充実しているのが特徴です。簡単にサポートプログラムを紹介していきます。イングリッシュイマージョンコース、4月から6月の3ヶ月間のコースになっていて、9月からの正規コースに入学するには英語力が若干不足しているが、3ヶ月間特別な集中レッスンを受ければ9月入学可能であろうと判断された生徒が入学できるコースです。生徒個人のレベルに合わせて英語力の向上を図り、正規コースに導入するというのが目的とされています。続いてサマースクール A コース、7月に3週間行われるコースで、すでにカナディアンに入学している生徒が対象です。教師や両親から英語力を向上させる必要のあると判断された生徒中心の、補講的なコースになっています。学力不足の生徒は各家庭のサポートを受ける勉強も行えるといった内容になっています。続いてサマースクール B コース、こちらはですね、7月から8月頭までの2週間で行われるコースです。カナディアン以外の外部生徒を中心に在校生も参加可能なコースになっています。イングリッシュサマーキャンプとも呼び、カナダのカリキュラムに沿って勉強をして、遠足だったりゲームなどの活動を盛り込んだすごい楽しめる内容になっています。そして最後はイングリッシュサポートプログラム、こちらは9月から6月の正規授業間に行われるもので、正規コース入学後も英語力に伸び悩む生徒にはその生徒ごとにカリキュラムを少し変更して英語のサポート、学力の向上サポートっていうのを行うコースです。このようなサポートプログラムが用意されているので、入学前と入学後でも英語のサポートを受けられることができます。自宅で子供に英語を教えられないといった家庭には向いているスクールになります。またカナディアンインターナショナルスクールにも3歳から5歳を対象とした提携プリスクールがあります。教師から個々に指導を受けることができ、また教師と常にコミュニケーションを取ることができるプリスクールになっています。入学前の準備として通わせている家庭も多いみたいです。ホームページもしっかり日本語対応になっているため、英語が苦手な親に寄り添ったスクールになっています。はい、いかがだったでしょうか。東京23区で親が英語が苦手でも比較的通いやすいインターナショナルスクールの紹介でした。このチャンネルではですね、日本のインターナショナルスクールの疑問や気になる点について詳しく解説しています。インターナショナルスクールについて少しでも興味を持った方は他の動画もぜひ見てみてください。コメント欄でも質問募集しているので、よければコメントお待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。